そうなんだ、そんな買った当初から。で、食欲元気が落ちてきたのはいつから？まあ、来た時からほぼ横ばいと言ってもいいかもしれないですね。でも来た時はずっとうんちって3日、そうですね、3日に1回しか出ない、はい、毎日出てないですね。明るいね。よくね、カメさん見るときはうんち出てる、ちょっと出てるか、うんちかもしれないですね。うんちかも、うん、それうんちですね。この辺ね、ちょっと違いますね。もっとプロプロですけどね、プロプロというか。これは持っておいてください、ね。はい、で体重測ったことありますでしょうか。体重測ったことあります。はい、どれぐらいですか。2回測っていて、これ直接これは捨てていて、最初来た時は高なかったぐらいで、まあ少しずつ増えてきて、少しずつは増えてきてるんですね。はい、多少。わかりました。あの便もちょっと調べますけど、はい、とにかくね、見た感じと思った感じ、はい、軽いんですよ、うん、もっとずっしりしなきゃダメですね、亀さんで。ずっしり感がないから、もしかしたら消化器もだけど呼吸器の機能も落ちてるかもしれない。そうですね、鼻水とか、まあ、だからちょっとレントゲンを撮らさせてもらってもいいですか。はい、でこの場で現像しますね。ちょっとお時間いただきますけど、はいはい、受付で何かプリントもらいました。何ももらってないですか。あ、もらってないですけど、以前もらったので大丈夫です。以前見えたことありましたっけ。はい、いや、この子じゃない。その子のカルテが見つからない。あ、見つからないんですか。はい、わかりました。じゃあケースごと預からさせてもらいますんで、はいはい、じゃあちょっと写真撮りますね。はい、以前って別なカメさん。以前もカメですね。あの、何がめ？残念ながらここで亡くなっちゃった。あ、亡くなっちゃったか。はい、あの1月だ。今年の？はい。何がめの何さんですか？それは、ギリシャ陸ガメの。ギリシャ。カメちゃんっていうことで。ここでお預かりしなくなっちゃったね。はい、入院中に。ギリシャ陸ガメのカメちゃんね。そうか、すいませんでした。はい、わかりました。じゃあちょっとこのケースごとお預かりします。はい、豚もちょっと預かっておきましょうかね。そうですか。はい、はい、あ、ごめんなさい、後藤さん。それでね、写真撮ったらですね、はい、ちょっとあのもう吸入と酸素をやりますんでね、はい、そのままレントゲン終わったらね。はい、じゃあ。